はい、どうも桑田真澄です。本日はですね、僕が普段使っているちょっとお得なカードのことをご紹介したいなと思います。ほんのちょっとですからね、そんな劇的にすごいっていうわけじゃないんですけども、こちらにあるとですね、 T1 カード、ポケットカードと言いましてですね、とりあえず使ったらですね、その場で 1% 割引いてくれると、そういうカードなんですね。普段皆さん使っているクレジットカードって大体そのポイントありますけども、使うとですね、まあ 1% とかついて、そのポイントを貯まったら、まあ、商品券に交換するとか、まあ他のポイントね、コンビニで使えるポイントに交換したりとか。でも、有効期限が決まってたりね、そういうのを気にしないといけないじゃないですか。今回のこのカードっていうのはもう完全に割り引いてくれるんですね。しかも公共料金ね、水道とか税金とか年金でもですね、とりあえずこれで支払っておけばですね、そこからオートマティックに 1% 引いてくれるっていうカードなんですね。なので、普段からどうせ使うものだったら、もう最初からこう引いていてもらった方が気が楽かなと思いまして、僕ももう2、3年使ってるんですけどね。はい、内容を紹介していきたいと思います。このカードを使うと自動で 1% もね、先ほど言いました通りですね。で、スタンダードカードがこうなんですね。で、もちろん年会費は無料です。ね。たまるとポイントは自動割引となっていまして、付帯保険ありません。はい。で、こんな感じでして、で、このポケットカードって会社からですね、いろいろカードが出てるんですね。今見てたのがこの P1 カードってやつなんですけど、で、あとはこのゴールドカード、ね、プレミアムゴールド。これだとですね、海外旅行保険がついてですね、年間5000万円、年間じゃ1回の旅行で5000万円の死亡障害ね、ついてたり、熱いんですけど、まあ、年会費が1万1000円かかる。でも、50万円以上使うと、5000円ポイントがつくっていうね、5000円ポイントがついて戻ってくるということで、まあ、実質6000円で済むわけですけども、まあ最初のお金がかかる。で、今だと海外に行くことないですよね。なので、まあ付帯保険はいらないかなといったところです。で、それよりちょっとグレード落ちるんですけども、年会費3300円の P1 カード G というのもありまして、これは、まあ、ちょっと海外旅行保険がグレード下がりますね。保証内容が下がりまして、でも、まあ、ポイントもついてっていう。で、5000円以上の買い物の還元っていうのはないですけどね。その代わり、年間3300円っていうカードですね。まあ、こちらもカードね、海外旅行行かない今だと必要ないかなと思います。で、今日僕がご紹介するのはこちらですね。P1 with ですね。はい。これ僕が今も使っているやつなんですけども。はい。この場合だとですね、こちらとどう違うかというと、1% 引いてくれるのは一緒なんですけど、さらにポイントもつけてくれるんですね。ポイント。はい。そのあたり紹介しますね。はい。1% オフプラスですね、複数特典あって年会費無料があるんですけども、はい。どういったポイントかというとですね、ポイント特典ね、ここにありますように、カードショッピング1000円ね、税込みごとにポケットポイントっていうのがありました。それが1ポイントつくよということですね。1000円につき1ポイントですね。で、1000円未満ね、999円、これ税込みですけどね、だとポイントは0です。はい。まあちょっと厳しいんですけども、まあないよりマシかなんでね。P1 カードを作るんだったら絶対 P1 with の方がいい。ないよりマシだからね。別に邪魔になるようなポイントじゃない。はい。そういったものですね。で、そのポイントはどうなるかというとですね、そのポイントをキャッシュバックしてもらうこともできるんですね。例えば1000円で1ポイントつけてもらいましたよね。で、300ポイントね。つまり30万円使ったらですね、300ポイントが貯まるわけですけど、その300ポイントをキャッシュバックしてもらうことができる。これは引き落とし口座ね。普段皆さんが使っている口座に、返してくる。で、300ポイントは何ポイントになるのかというと、1ポイントが3円で、だから、かける3ですね。900円。30万円使って900円返ってくるという、はい、こういったものですね。ちょっとだけじゃんって思うかもしれないですけど、まあ、ないよりマシという考え方でお願いします。はい。で、キャッシュバックの場合だとね、こうなんですけども、T ポイントだとちょっと優遇されています。T ポイントね、ファミリーマートとかで使うやつですね。あのポイントだとですね、先ほどだとキャッシュバックだと1ポイントが、3円だったんですけど、T ポイントの場合、1ポケットポイントが5ポイントになるんですね。しかも100ポイントから、変換してもらえる、うん。ということですね。だから10万円使って500円持ってくる。って感じですかね。
そうですね、10万円でいいですね。10万円使って500円戻ってくる。だから 0.5% と考えてですね、 0.5% で、もともと割引いてくれる 1% と合わせて 1.5% お得、ね、このカードあるだけで 1.5% お得ということですね。で、実際、どんな感じで見れるのかね、成果が発揮できたのか、僕の実体験で紹介しましょう。引き落とし日6月1日ですよっていうのがね、毎月、メールで送られてきます。で、ここのリンクにポチョッと押せばですね、その確認画面に飛ぶことができるんですよね。はい、僕の場合だとこんな感じで出回ります。はい。これだと6月1日分だから4月に使ったお金ですね。4月に使ったお金が 34,768円ですね。で、5月に使ったのはまだ確定されておりませんね。79,743円ということですね。はい。で、今までね、どれだけお得になったかっていうのをここでもう教えてくれてるんですね。過去1年、直近の1年間だと、1% オフになったのが 11,342円。つまりですね、僕も110万円以上、年間ね、ここ1年間でカードを使って、いたということがわかりますよね。で、1%。まあまあ、そう見ると1万円以上ね、お得になってるからいいじゃんって思いますよね。そして先ほど言ったポイントですね。ポイントも実はもう1586ポイント貯まっているんですね。はい。どのような計算してるかね、もう一度見てみましょうね。例えばですね、ローソンで100円のものね、ローソンで100円のもの、101円のもの買った場合、1% ですから、100円以上ですから、1円引いてくれて、すぐに、もうそれで100円で支払ってるわけですね。で、残念パターンもここに載ってまして、こちらですね、ハナマサで使った3099円ね。これ100円未満切り捨てですから、3000に対してしか 1% がついてません。なので、30円。30円その場で引いてくれてるよっていうことなんですね。はい、でですね、まあ、合計が 35,112 円なんですけど、これに単純に 1% かけるわけじゃないですね。端数を切りますから、結局344円。ですね、だから 34,400 円に対して 1% がついた。あとの100円未満に対しては切り捨ててるから。だからちょっとこのまんまではないですね。このまんまが 1% 割引かれるわけではないということですね。でもちゃんとこうやって明細が、見れるようになっております。はい、まあ、条件としてはですね、まあ、一括払いですね。一括払いでなくてもいいんですけど、僕はリボ払い好きじゃないので、一括払いという考え方でやってます。普通はね、これ3000のリボ払いなんですけど、それプラスにですね、リボ増額というのをやりまして、一括で、下ろすような設定にしております。これ最初はですね、リボ払いになっているので、登録した後ですね、リボ払いを解除というかね、このリボ増額設定をしておいていただくようにお願いいたします。はい、そしてこのポイントね、変えてみましょう。先ほど言った通り、この T ポイントが一番ね、還元率が厚かったのでね、他全部ね、だいたい3ですね、かける3。1ポイントが3円という計算でやっております。まあ、クオカードとかにもなるんですけどね。はい、僕はもうこちらが一番お得だと思ったので、T ポイントで変換してみたいと思います。はい、ポイント移行先っていうね、T ポイント。これもちろん T ポイント持っとかないといけないですけどね。今、スマホで簡単に T ポイントのアプリ入れたらですね、すぐに行けます。はい、で、今回ですね、1586ポイント持ってたので、100ポイント以上が交換できるということですから、マックス、1500ポイント。こちらを交換してみたいと思います。で、ここに入力するとですね、もうすぐ自動変換で7500ポイントって出ますね。はい、そして、はい、1586ポイントのうち1500ポイントを使いました。残りが86ポイント。はい、交換ポイント7500ポイントでいいですか？はい、OK です。で、ここをクリックします。そうすると、はい、ポイントチェンジ OK ですってなります。で、その確認ですね。確認は Yahoo ポイント通帳というのがありますから、ここにポチッと押すとですね、すぐ飛びます。はい、もうすぐに、利用ポイントの方に変換されているのが分かりますね。はい、もう早いです。めちゃめちゃ早かったですね。で、これでも、まあ、ファミマで使えたりしますからね。はい、とても便利です。というかね、いつの間にか7500円分も貯まったとはね、ありがたいです。はい、そしてこの、今ね、皆さんも気づいてると思いますけど、キャッシュレスのこのマークがあるお店で使うとですね、この 5% 還元も併用できますから、結局 6.5%。買い物に対して 6.5% です。1000円使ったら65円。65円プレゼントしてもらえると。そういった感覚ですね。
なかなかバカにできないですね。はい、他にも、ポケットカード独自のキャンペーンをやっておりまして、今だとですね JCB ギフトカードが1万円当たると。これこのポケットカードのログインしてですねマイページでエントリーするだけです。エントリーは無料です。無料でエントリーすると毎月200名様にギフト券1万円が当たるということですね。これも熱いですね。はい、そしてネットの申し込み、簡単です。今ですね、昔と違って昔はあの紙を送られてきて紙に書いてで判子してで送ってでなんかちょっと書き損じがあったらこう、訂正をしたりとかしてね大変だったんですけど、それをしなくていいんですね。ネット申し込みでいけちゃうと。今よくね持続化給付金の申し込みとかあってですね、皆さん、自分の ID ね免許証とか、写メに撮ったりスキャンしてますよね。そのデータをそのまま使えばいいだけですから、これほど簡単なことない。しかも紙を使わなくていいからね、非常にエコですよね。はい、なので、興味がある方はですねこのポケットカードのリンク先、僕の概要欄に貼っておきます、説明欄に貼っておきますので、そこから飛んで申し込んじゃってください。もちろん、申し込み料金ね、入会金年会費は無料です。大概1年目は無料で2年目以降はお金かかるってなるんですけど、これはならないです。完全無料なので、まあお得だと思います。まあ損はしないと思いますね。はい、マスターカード JCB ビザとありましてね、まあ、JCB だとハワイでね結構な優遇ね、バスタダで乗れたりしますよね。まあ今は行くことないですけど残念ながら、僕はもうビザの方を持ってますね。はい、南米行く方だとマスターカードが強いですね。はい、こういったものを選んでですね、ちょっとずつでも皆さんの生活の助けになればなというふうに思いました。これからもですねいろいろなお役立ち情報を上げていくつもりですので、もしよかったらですねチャンネル登録して、上がるたびに通知がいくようにしておいてもらうと便利かなと思います。また今回の動画の情報もね役に立ったなと思った方いたら、いいねボタンとかコメントを書いていただけると非常に励みになります。はい、では今後ともよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。それではまた。